稽古をするようになるのが袋地鳴です。ただいま剣道なんかで使っているのはそれを皮を外してしないということになってより軽くなってまいります。そうなりますと当てた時切った時というものの手の内、手の内というのは手の中の手の握り具合というもの、締まり具合、握り具合というものが違ってまいります。実際に言いますと実践でやって切り合いをやりますとまあかなり硬くなってしまってこれが外れなくなってしまうという話はよく聞きます。まあそれに対して、まあ、木刀ができて袋地内ができて稽古をいたしますとだんだん軽く持つようになってまいります。と竹刀ですとやはり手の内というものが非常に柔らかくなります。ですからその竹刀を持った時の手の内とそれから木刀それから真剣を持った時の手の内というものはかなり違ったものになります。しかも今度は、まあ、カーボンと今カーボンができてまいりますけれどもカーボンですとまた手の内が違います。でもっと軽い竹刀ですと弾んでしまいます。そうしますと必ず切るとか立つとかというような一つの感覚と手の内が離れていってしまうわけですがよりまあ競技化していってしまうというものがございまして昔からある意味で真剣木刀というものを中心にやってほとんど竹刀とか防具というものを取り入れないという流派もまだありますし今でもそれが残っておりますがそれと同時にそちらはだんだん離れていって竹刀競技化している軽い竹刀を使ってでしかも防具を使ってというようなスポーツ化競技化をしていくというものがあります。ただこの方が面白いものですから面白いし一般的ですからかなりそれが普及していって勢いを増していく。ですから別に真剣と木刀が実践に遠いわけじゃないわけです。よりそれは実践に近いんですけれども流行という意味から言えば竹刀競技化していってスポーツ化していくっていうのが流行して人が増えていく。そちらの方が勢いがついて人気が多くなっていくということがございます。これもまた時代の流れに応じて元へ戻ろうという流れも絶えてございますしまたより軽度化して今チャンバラ化してっていって普及していくという面もありましてそれがまあ少しずつ波を打っていきながら少しずつまあ継続していくというものだろうとそういうふうに思います。それは敵に対して自分が一つになるという意味でもありますし敵の隙に対してその一瞬にとこう一つになる精神と体と技が一つになるというところで一の太刀というふうに言われているんだと思います。それが一番最初の頃は最も単純でして単純で自分の体をある意味で守る剣でそれで刺激って刺す切るよりも刺すっていう方が早い刺すのは一挙動です一の刺す刺して切るという風に技が出てくるんだと思います。そこからこのある一点がある時っていうものに対して一挙動で打つという問題が出てきますから鹿島の場合はこれを上に構えるまあそれから上に構えるそれから下に構えるこれが無構えですがこれでも大変一つですね。それから上に構えるこれが一つだから下の発想これも一
るものじゃないかと思っています。そして2つ目ですが、こう螺旋形を使います。螺旋というのは、まあ、螺旋に回る、これは左の、ね、ここが中心にして左に回る、からここが中心にしてここが右回りにして、この右回り左回り右回りの組み合わせになります。右に回ってこう、ね、左に回って、まあ、こういうふうに回っていく、こう回っていく、右回りにしながら左展開にして、左回りにしながら右展開に変わっていく、こういうふうに変化が、月であっても、月はこういうふうに左回りでついて一点になるという考え方でもあるし、右回りに回って右に回ってて一点に見えるという考え方、そういう考え方、攻防一体という考え方があります。攻防っていうのは攻撃する、それから防御するというものが一緒だと、ただ攻撃するだけ、それからただ防御するだけではなくて、攻撃しながら防御するという剣です。これが攻防一体、一緒の剣である、こういうまあ剣を学んだ。もう一つは気発一体という考え方、これが裏立ちで示しますが、人間というのは心に何か思いが起こると、それが手に出ていく、体に出ていくまでには時間がかかりますし、ある一プロセスをやります。なんか切ろうとしますと、必ず引いて強く切ろうとしてこう出てくる。これは敵から見るとその動きがすぐに分かってしまう。ですから心の動きと行動を一つにするという意味で、それがバラバラになりますと切ろうという心が起こります、とこうなります。これは良くない。ですから怒りと、心の怒りと体の動きを一致させるという考え方がある。ですからここも1、これではいけません。こういうふうに一致させる。もう一つは陰と陽が一体である、表に見えるものと裏というの、表と裏が一体であるという考え方を示すんですが、これがなかなか、まあ、難しいところです。一つは破れがちというのがあります。自分が相手の技に乗ってしまって体が崩れてしまった、崩れてしまった、その時にどう立ち直るかという技ですが、崩れてしまった時にこう立ち直らせるんですが、これが、まあ、具体的に言うと右手の力でかなり崩れてしまったら左手の力で起こす、で表と裏を一体にさせる、一つにさせるという、まあこれはある意味で円満に言っている夫婦関係と同じで、外に行く旦那さんが外に、うちを奥さんが高めて、両者の一体となった力を発揮させる、そういう意味があります。動静一体、動くということと静、静かとどまっているということが一つであるという考え方です。動いてても激しく動いてても精神状態は静まってなければいけない。それから静かであっても、静かであっても次の動作、はい、静かであってもその静の中には動が入ってて、動きに対して、はい、と対応ができる。動と静が一緒になってないといけない。今のあれですね、コマっていうのは分かりますか？コマが回る、コマは激しく回ってれば静止して